こういうサミットをすることによってフリードマン先生だったりニムジック先生にしても今回はピエゾの話をしてもらったし、ガイドとかの今までなかったような最新の話をしてくれて、そういった意味ではすごくコンパクトにまとまって、エッセンスはこうかなり伝わったんじゃないかなと思いますけど。私はトロント大学 の, エンドプログラムを受けさせていただいて、教わった時と新しい知識が入ってくることによってその見方がちょっと変わってくるんですね。大切そのアップデートすることの大事さと学び続けることの大事さは改めて再確認させていただいたということと、プリンシパルなところはものすごく大事と思いますが、さらにそこから細かいところでやっぱり応用的な、外科処置の、主義であったりとか、あとはどの程度、稼働を小さくして、いくこと の,、そのメリットデメリットであったりとか、それをすごく学ばせていただいて、これからも継続的に学ばせていただこうかと思いました。すごい印象に残る勉強会でした。